日系アメリカ人はアメリカ合衆国の市民のうち日本に危険を持つ人々のこと。協議では第二次世界大戦以前に日本からアメリカに移住した人々及びその子孫のことを指す。日系アメリカ人は2005年の国勢調査において122万1773人、アメリカ合衆国の総人口の0.4%を占めている。 日系人コミュニティはカリフォルニア州、ハワイ州、ニューヨーク州、ワシントン州にあるものが大きい。現代でも年に7000人近い日本人がグリーンカードを取得してアメリカに移住している。2011年の調査ではアジア系アメリカ人の内訳では中国系、フィリピン系、インド系、ベトナム系、韓国系に次いで日系人は6番目。 7.5%となっている。日系アメリカ人は初めてアメリカに渡った第一世代のことを一世、その子供たちの世代を二世、三世、四世、五世と呼んでいるが、一世や二世といった言葉は英語でも通用する言葉になっている。日系人の強制収容所の一つであるマンザナール強制収容所日系人は当初から偏見と差別に苦しむことが多く生活も苦しかった。 特に北米及び南米へ移民した日系人の中には第二次世界大戦中に強制収容所に収容されたり戦後しばらくも激しい民族差別を受ける立場にあったものが多かった。しかし汗水流して働き教育熱心で第442連隊戦闘団に代表されるようにアメリカ国民としての義務を果たし立派な良きアメリカ国民になろうと努力していた。 特に数用の世代は過酷な労働をこなしながら、稼いだお金を自分たちのためには使わず、子供たちの教育のために注いだ。聖学院アトランタ国際学校一世や二世の時代に第一言語として用いられた日本語も、世代が進み現地化が進むごとに徐々に現地語である英語にとって変わられ、自然な流れとして日本語を理解しない日系人が増えている。そのため、 家庭や居留国の日本語補修校などで日本語教育を受けた人物も少数ながらも存在はするものの3世や4世の世代で日本語を話すことができる人々は主に外国語として日本語を学んだ人々である。アジア系移民で特に母国の公用語に英語が含まれない国出身の家庭では英語以外の母国語が使われるケースが多いがその中でも日系人に限り 半数以上の家庭で英語のみが使われ、英語が主流という家庭も含めると、ほぼ4分の3までもが家庭内でも、英語を会話に用いており、日本語が使われているケースは、他、非英語系アジア移民の率の半分ほどである。なお、1920年代前後に出生している2世は、日本での教育費用が、巨留国のそれと比べて安価であったこと、または、日本文化を継承する目的で、 日本の学校に通うことがある、種の流行になった時期がある。ハワイオアフ島のワイキキ界外や、ロサンゼルスのリトル東京、サンフランシスコのジャパンタウンなどの日本人街では、今でも多くの日本語の看板を目にすることができる。ただし、北米の日系人は、古くから教育レベルが高く社会的地位も比較的高かったことなどから、 韓国系アメリカ人や中国系アメリカ人などと比べると民族外に集結したり相互扶助を行うことが少ない。特に北米では第二次世界大戦において日本がアメリカの敵国となったこともあり祖国への忠誠を誓う目的であまり日系人が民族性を出さずアメリカに同化するように努力したことも関係している。戦前に気づいた日系コミュニティ、つまり 日本庁が西海岸の数カ所でしか保存できなかったり、多くが消滅してしまったのは構成していた不動産や財産を彼らが強制収容所に送られる前に手放さざるを得なかった。上に、大戦後も残る日本への反感の中でアメリカに同化して暮らさざるを得なかったからである。日系アメリカ人の歴史は19世紀末の移民に始まる。最初の移民たちは、 ハワイの砂糖キビやパイナップル畑の労働者として入職した。後に日本から多数の移民が入職した。しかし低賃金で働く勤勉さと生活力、また地元経済に金を落とさないこと、そしてアメリカのマジョリティであった白人種のキリスト教徒と文化が異なる黄色人種であったために疎まれ、第一次世界大戦における同盟国であったにもかかわらず、 カリフォルニア州などでは、シロ人種による日系移民の排斥運動が起こった。そして第二次世界大戦時における日米間の対立と日系人の強制収容という悲劇を乗り越え、日系人による経済的成功や社会的成功と合わせて、日本とアメリカの同盟関係の構築や1960年代以降の公民権運動、日米間の経済的な結びつきの強化などが、 後押ししたアメリカ社会における地位工場の時代を経て現代に至っている。強制収容所に収監される母親を手伝う日系人兵士、日系アメリカ人の一覧及びカテゴリー、日系アメリカ人も参照以下、不死順は不動、各節内はラストネームで五十音順。なお、活動分野が多岐にわたる場合は最も著名な方へ分類した。 両親とも日系で世代が異なる場合は、父方による世代を記載した。アメリカで生まれたため自動的に米国市民権を持ち、22歳になる前の日本国籍か米国国籍かいずれかを選択するときに、米国国籍を選択したが、生活基盤を日本に置いている帰国生徒については、これを省いた。逆に、渡米後も米国市民権を取得しなかったが、永住権を得て、 生活基盤をアメリカに置き、事実上のアメリカ人として、生涯の大半を過ごした者については、これを例外的に含めた。第442連隊戦闘団著名な出身者も、参照野球、編集フィギュアスケート、編集バスケットボール、編集その他、編集小説漫画テレビドラマ映画舞台。ありがとうございます。